それではご紹介いたします。りんごちゃんです。おはようございます。おはようございま す。よろしくお願いいたしま す。本当にりんごちゃんみたいに丸いのね。そうですあのよく言われますね。青森が生んだりんごスターですからね。りんごスターすごいです。あの元ビートルズさんですね。りんごスター、これもよく言われますね。そうなんですね、はい、じゃあのせっかくでございますのでちょっと自己紹介を、うん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、青森県十和田市出身の、モノマネタレントをやらせていただいてます。そして、青森の、十和田奥入瀬観光大使というのもやらせていただいております。りんごちゃんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、自分からも名前からちゃんがついてるのそうですね、なかなかないですよね。そうですよ。ちょっとモノマネなんかやってもらいましょうか。もしよかったらですけど、はい、いいですか。大丈夫ですか。お願いします。はい、じゃあ吉幾三さんとか、はい、どうですかね。ぜひいいですか。武田鉄矢さんとか、じゃあ吉幾三さん、吉幾三さん、はい、ちょっと先輩のよろしくお願いします、はい、いきます。はい、いつもあのミュージックスターティンでやってね、ミュージックが流れるんですけども、あ、そうですね、ノンミュージックスターティンでいきます、はい、もしよかったら一緒にこれ、わかりました、スターティンポーズなんですけど、はい、いいですか、はい、いきますよ、せーの、ノンミュージックスターティン。おらこんな村嫌だ、おらこんな村嫌だ、東京へ出るだえかこんな感じ。いやいやいや、ありがとうございます。なんか聞いてるうちに一緒になってこんな感じになった。そうですね、なんかこうね、同じ動きになってしまいますよね。先生、朝5時から、いや、とんでもないです。それこそあの、あさって三山さんお誕生日、あ、そうなんですよ、いらっしゃいますけど、もしよかったらあの武田鉄矢さんで、お誕生日ハッピーバースデーソング、そんないいんですか、歌ってもいいですか。いや、もちろんです。ありがとうございます。すみません、よろしくお願いします。はい、A happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Miyama-san, happy birthday to you, おめでとう。ありがとうございます。どうもありがとうございます。わー、もうそっくりですね。ありがとうございます。言うたびにお尻を出すんですね、こういうのね。そうですね、武田さんの場合はポイントがあるんですね。ね、いやそうです、いろんな特技を、ね、お持ちなので、実はやぶさめの練習をしていると、はい、そうですね、乗馬のさらに上行ってますね、はい、それがですね、はい、あのちょうど、まあ、1年前くらいになるんですけど、はい、地元の青森県十和田市で、ね、春祭りで桜やぶさめという、はい、あの大会がありましてですね、そちらあの女性の騎手だけが出れるこうやぶさめの大会なんですけど、はい、それをこう1年前に初めてあの見させていただいて、もうすごい魅了されて、もうぜひりんごちゃんもやりたいなっていう思いから、この1年間でまずはあの乗馬、はい、お馬に乗る練習をしまして、はい、はい、あのライセンスも撮りまして、おー、すごい写真があるんですよね、はい、ちょっと見て よろしいですか。あれかな、お、これもしかして、そうですね、はい、ちょっと顔が映ってないんですけど、すごいですね、はい、これやぶさめっていうことはですよね、この弓道の心得も必要なんじゃないですか。そうなんですよ、まずそれこそあの乗馬、馬に乗る練習から始まって、はい、今やっとこうあのやぶさめの練習をしているところなんですけども、そうなんですね、あ、こちらは月刊十和田とかそんな感じですか、これ。そうです、これあの町のあの広報、広報に表紙になったこれすごいですね。そうなんですよ、手を馬からあの手を離して、はい、場を清めるという役を、これはすごいですねやらせていただきました。りんごちゃんの新曲について、はい、この新曲じゃなくてデビュー曲になるのね。デビュー曲です、はい、初めてです。タイトルは、はい、十和田青い森という、はい、はい、もう本当にあの地元青森県十和田市をもうタイトルにした感じなんですけども、はい、今回はそれこそ、うん、青森の大先輩大スターの、 あの吉幾三さんなんですけど、はいはい、吉幾三さんの津軽という、うん、あのラップの方言でラップを歌っている曲がありまして、はいはいはい、そちらの、替え歌バージョンということで、はい、お送りしているんですけども、うん、そちらはもうモノマネではなく、うん、もうりんごちゃんのこの声で、うん、はい、お届けしている曲になります。ではりんごちゃんのデビュー曲を歌っていただきましょう。十和田青い森です。どうぞ。
てってらっきゃん。イガホのカッチャーデッテラド、オラホのカッチャー元気してら、イガホのトッチャーデッテラド、オラホのトッチャー下げのでら、何ばするんだか死ねんだが、毎日下げのでへこいでスランつけでじゃあわのトッチャー、わだっきゃ毎日あぎれでら、イガホのバサマーデッテラド、オラホのバサマー肌ゲイル、イガホのじさまデッテラド、オラホのじさま下げのでら、何もすることね減って一歩も外でね半覚醒、テレビと友達たまげだじゃん、もっと外さ出てみろじゃん。へればへたってへられるし、へねえばへねえでへられるし、へればいいのがどんだべが、へねえばいいのがどんだべが、春になれば干潮街、桜満開あずまし、こったに綺麗な街はね、こったにうめえ空気はね、へい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 、愛する南部に保護にもで、ニンニク長ネギ長いもど、リンゴにコンボに鍋せんべい、栄養つぶしこれ食えば、なもねなもね減るけども、ズバッとあるのさたまげだじゃん、牛のバレ焼き最高だ、何ばするのも車移動、一人一台当たり前、バンゲの剣道はどもいね、しまれだ冬場はバヤメガネ、店こさえ行けば誰かしら、知り合い必ずいっちょまる、毎日誰がどいっちょまる、模様って外出れば恥さらす、めんこい馬子さ乗ってみで、みんなでやぶさめやってみるべ。へればへたってへられるし、へねえでへねえでへられるし、へればいいのがどんだべが、へねえばいいのがどんだべが、なんぼ減っても減ったりね、まだまだ知りでごとたくさん、こったに魅力があふれ出る、青森生まれに感謝しな、へい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 、青森すべてさ誇りもで、まだ宇部市。リンゴちゃんで十和田青い森でした。さあ続きましては、はい、人生初の岩盤浴でリフレッシュ。岩盤浴は冷え性にいいそうです。情報ありがとうございます冷え性にいいということで、はい、先週に続きまして山川豊さんをお招きしております。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。岩盤浴始められたんですね。はい、あの僕ね汗かかないんですね。サウナ行っても汗が出ないんですよ。あ、そうなんですか。はい、で岩盤浴なら出るんですか。初めて岩盤浴行ったら汗がすごかったんですよ。あ、これはいいなと思ってね。代謝が上がるってことですか。そうするとそうそうそう、あの石の上にこう寝るだけなんですけど、はい、それが結構あのサウナだったらやっぱりもう20分も入ってられないでしょ。はい、そうですね。岩盤浴だったら大丈夫なんですよね。結構汗がポコー出てね、はい、やっぱり調子いいですよ。あ、本当ですか。はい、やっぱりいいんですね。じゃあじわっと温めるの。いいんですよ。なるほど、はい、今回の日本クラウンさんで ね、北島三郎さんの曲で本当良かったなと思います。曲を書いていただいてね、本当に嬉しいですよ。あのこの曲をいただいた時って北島さんからどんなご忠告をいただいたんですか。あのね、レコーディングの時にまあプロです。プロとして当たり前なんですけど、うん、言葉をはっきりしなさいと。ああ、そう、はい、それは言われましたね。すごく、うん、だからやっぱりフラットするのは言葉をはっきりしないから次のフレーズに行けなくなっちゃうんだっていう、ね、うん、もう本当に初歩的なことですけど、もうやっぱり忘れがちなんですね。うん、そういうのを教えていただいたりとか、あとすごくあの、最後の人生なのさっていうそこのフレーズをすごい細かく歌えっていうことですね。人生
いなのさ、あ、なるほど、すごいそこを強調してましたね、はい、そこで1時間ぐらいやってました そこだけ、ね、そのフレーズだけで1時間、はい、やっぱり入念にやられるんですね、そうですよね、その辺は、はい、で今日はでも代表曲もそうですけど、今日はアメリカ橋を歌ってくださるんですか。はい、そうです。この歌は大ヒットしましたもんね。あ、おかげさまで本当にあの5年経ってましたね。おお、すごい、はい、うん、やっぱりあの演歌歌謡曲っていうのは本当にこう2年3年4年目ぐらいからわーっとこう来るんですね、うん、それだけいろんな人がこう歌って歌って、それをまた聴いてまた覚えてっていう、ね、うん、演歌のこの流れっていうのはそういう流れですよね。そういうのあるかもしれないですね、うん、はい、後でじわじわ染みてくるという。そうなんですよ、うん、はい、歌っていただきましょう。大ヒット曲でございます、はい、アメリカ橋です。どうぞ、どうぞ。風が足元を通り過ぎてゆく、久しぶりだねと照れて笑い洗って、アメリカ橋のたもと、きっと寛容ぬくもり、やるせない恋、埋めた街、角部屋の明かり、石畳、石畳、思い出続く、いつかいつか熱かった青春。君は変わらない、月日は過ぎても髪を切ったので少し若くなった、アメリカ橋のたもと、たさがれが間近い、タバコやめたの自らと、それとなく消えて、目をそらす目をそらす、ガラスの向こう、遠い遠い、帰らない青春。